こんにちは。ジェツキョウです。言いたくないけど、ジェツキョウです。今日はですね、懐かしのレスラーシリーズ第2弾。ビル・ゴールドバーグ、バーグ VS、ブッカー・ティー VS、ショーン・マイケルズ VS、マンカインドのフェイタル・フォーウェイ・エクストリーム・ルールズをお送りいたします。前回、エディ・ゲイル対ビル・ゴールドバーグやったんですけどね、その時にゴールドバーグ、いまいち出し切れてなかったのでね、今日私はゴールドバーグを操作して、ジャックハマーとかね、その辺を、決めていきたいと思います。さあ、ゴールドバーグ入場です。今日も控室から入場、ビル・ゴールドバーグ。相変わらず YouTube の方には動画はの、動画じゃない、BGM は乗りません。判決厳しいです。いや、しかしこういうね、対戦が見れるのも、ゲームならではですね。ゲームというね、最近は無理やりすぎてですね、本当に油断して、ちょっとまばたきするとね、なんかね、本物に見えるんですね、これね。すごい時代になりました。ゴールドバーグ98年バージョンと2004年バージョン2つ、選べるんですけどね、今回は2004年バージョンです。さあ、次はブッカーティです。これもね、 BGM が動画に乗らないのが残念。いや、懐かしい。懐かしい。今解説やってるんですけどね、ブッカーティ。今の子は当時のね、ブッカーティを知らないか。もう完全に解雇中ですね。WWE と WCW の構想でね、WWE に移籍してですね、そこから活躍したんですけど、今解説やってるだけあってね、非常に頭の回転が速い人でしたね。なんさ、ストーンコールドとね、スーパーマーケットで戦った回がね、もうすごい、もう腹よじれましたね。もうショーン・マイケルズなんですけども、98年、97年バージョン2種類ありまして、今回98年バージョン、これ DX なんですよね。普通のね、テーマ曲聴きたかったんですけど、残念ながら98年は DX バージョンということで、ショーン・マイケルズ入場です。服装はかっこ、普通なんですけどね。入場は、DX の曲が流れております。リングで花火やるんですね。そう、昔はね、リングで、ね、花火上げてたんですよ。晩年のマイケルズはエントランスの時に花火だったんですけど、
昔はリング上で花火をちゃんと用意してね、リング上でポーズをとって、私こっちは好きなんですよね、リング上でやる方が。完全にもうね、解雇中ですね、もう。昔は昔あっても。やばいです。そして最後は満開のです。知っての通り、中身はミック・フォーリーです。ミック・フォーリーはね、マンカインド、デュード・ラブ、キャプテン・ジャック、3つのキャラで、活躍してました。ロイヤル・ランブルの時はね、3キャラともね、1人3役で出てきましたからね。貴重なね、ロイヤル・ランブルの枠を1人です、3枠潰すというね、すごいことやってましたね。さあ、やっとのことで、やっと試合です。入場長かった。いや、しかし、こんな対戦があるんですね。すごいですね。この絵面。この、とんでもないことになってます。これぞゲームの醍醐味ですね。まあ、フェイタル4ウェイ、エクストリームルールズということですね。何やっても OK です。私はゴールバーグやって今、リング上でショーン・マイケルズとやってますけど、場外に出てバックドロップ。前やったトリプルセットと違って、ね、やっぱ4対 4, 4、4対4じゃない、2対2ですと、互いに対戦相手がいるので、これはやりやすいですね。さあ、これ、ブッカーティにターゲットを交代して、ちょっとこれ、見学しましょうかね。マイケルズ来ましたね。さあ、激しい攻防が続いております。リング上ではマイケルズとゴルバグ、リングの外ではマンカインドとブカディ。I know it's early, but he has to do everything in his power not to let this get out of hand. He's starting to stumble here. He needs to make sure he doesn't get double or even triple teamed here. A crucial point in the match here, guys. He's got a target on his back. ウルバグやられております。 I'd be surprised to see a 3-on-1 attack here. I know it's somewhat early still, but this could be a pivotal point in this match, guys. Let's see how he reacts here. 反撃。 If Booker T hits this one, it's over.さあ、リング内でゴールバーグ殴る殴る、そしてハンマースロー、壁に当てて壁を利用して殴る殴る。しかしマイケルズも返す。Doesn't show any signs of getting up here, guys. No, he's taking one heck of a... Incredible! There was a lot of force behind that one. He hits a huge elbow drop. あいつなんかバットやらしないが出てますね。さあ、マイケルズバット持ったソロはあかん。クロバットはいけません。あとリングフォール、おーっと危ない。さあ、マーケルズゴルバーグをリングに返して、4人全員リングに上がりました。さあ、ここでマンカインドがショーン・マーケルズをカットイン。
Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. Looks like Mankind is starting to turn it up. ブッカー助けたいのかどうかね、分かりませんね。何がしたいんでしょうか。あ、どこで技に入ったけどカットが入りましたね。He'll need to find a way to create some space if he wants to win this fatal four-way match. Looks to me like he's on Dream Street right now, fellas. 武器使いましょう、武器を。When you're in the ring with these three guys. This is where we find out who the better man is, and at this point, it could very well be either one of these guys. That's how close this thing is. 武器ダメージでかいですからね。ああ結構ゴールバーグ一番ダメージ入ってますね。ちょっと場外でやられすぎました。さあこれ満開度ゴールバーグをリングに戻して、ホールやばい、助けて、ナイスカット、ブッカーカット。Just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, you can bet this one's over. He is a one-man gang in there. Mankind is measuring. Tapped into an energy source and he's going strong. Oh boy, he is rolling. And here's Booker. Oh, and a spine buster. Sucker! That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. A trip to the local medical facility might be in order after that.さあゴールバーグ構えた、これは来た、ジャックハー、いけ、プレーでもう一度、ホール、ワン、ツー、スリー、勝った、あっさり勝ちました、ゴールバーグ。もうちょっと荒れるかと思ったんですけどね。他の人の必殺技見たかったな。私が見てないところでね、やってた戦いですね、これ。最後は満開の最後、ゴールドバーグ。その頃、場外では、ブッカーがスパインバスターを決めていましたが、ここで、ゴールドバーグ、ジャックハマーで勝利。対戦カード良かったんですけどね、内容はなかなか逃げ切らない、試合となりました。またちょっとね、選手を変えてね、やってみたいですね、こういうレジェンド盛りだくさんの試合。ではまた来週、お疲れ様でした。